めっちゃうわ本当は9時5分ぐらいから始めようとしてたけど、ダーツの旅を見てしまって、ちょっと15分ぐらいになってしまった。こんばんは、こんばんは。そう、今24時間テレビやってるマラソンね、ひろみさんって方が102キロ走るっていうのをさっき知った。でもまあさっきちょっと見始めたばっかなんだけどね。こんばんは、こんばんは。いやー、24時間テレビはドラマやるよね毎年。TVerで見れるのかな、見れたら見たいな。ちょっとリアタイはできないだろうし、しないけど。この後は10時まで配信して、その後はまあ12時ちょっと前ぐらいからラジオ配信やると思います。その間に急いでお風呂入らないと。こんばんは。102キロってすごいよね本当に。私だったら絶対走れないと思う、102キロ。そう、ランナー当日こう発表だったよね。私もさっき知った。誰だったのって聞いた。ロミさん、すごい、102キロってなりました。いやー、でももう24時間テレビの時期となるともう夏も終わりだって感じます夏も終わるね、早いね。もう今からお風呂入るのめんどくさいです。もう疲れました、今日も疲れました。23時の引っ張りにユキリンさん出るね。だって引っ張れって何ですか。クララちゃんならちゃんつじゃなかった、名前についてたの合わさっちゃった。クララなら200キロ走れる。なんで200キロ絶対無理だよ。200キロってすごいね。何日かかるんだろう200キロ。200キロはすごいよ。私は長距離苦手。1キロでもうヘトヘトになってる。でもまあ1キロぐらいなら歩く、全然歩くのは歩けるんだけど、当たり前に違う。なんかさ、全然歩く。24時間テレビ始まると夏休みが終わる感覚。わかるわかる。うわ、もうやばい、夏休み終わりじゃんってなるよね本当に。めっちゃわかるそれ。私の場合は本当に自由研究とかが最後の方に残っちゃって焦ってた。24時間テレビのコーナー、昔の番組のリメイク、あの歌番組のやつ、歌のやつかな。かな、私あんまちょっとしか24時間見てないから全然わからない。どの企画やってるのかちょっとわかんないんだけど、9時半から YouTube で、あ、そうなんだ。9時半ってもうすぐじゃないですか。いやー、10時までやります10時までやります。ネイルが伸びてきたからネイル行きたいな。
ばんは、こんばんは。めっちゃお腹いっぱいなの今。あのね、そう、今さっき食べ終わってお腹いっぱいすぎる。夜ご飯だけどね、夜ご飯食べたんだけどお腹がいっぱい、苦しい。てか今日低気圧でさ、なんか頭痛で、まあ薬飲んだら治りました。私さ、なんかさ、低気圧の日頭痛っていうか目の奥が痛くなるのと吐き気がするのよ。なんか低気圧の日ってなんかうわー体調悪いみたいな、こう見てみると低気圧みたいな感じなんですけど、もうね、なんか低気圧の日私めっちゃ吐き気するんだよね。本当になんでだろうね。なんか頭痛ってよりかはね、吐き気の方に行くんだよ低気圧になると。新曲聞いた、なんか初披露の、あのなんかのテレビで初披露したのを一回聞きました。そう、今日腕白いな。本当に私最近日焼け止め塗るのめんどくさくて、嫌すぎて日焼け止め最近もう塗ってないんだよね。てかでもここ2日間ぐらい塗ってなかったけど、でもやっぱ日焼けってさ、黒くなるだけじゃなくてさ、シミになるじゃないですか結構。だからそれは嫌だなと思って、あのやっぱ紫外線浴びて、そのなんだろう、シミとかになったら嫌だなと思うから塗るかと思って、今日はまあ薄く塗ったけど、本当にもう日焼け止め塗りたくない。塗るのもめんどくさいし、日焼け止めってなんかベタつくじゃないですか、それが嫌で、もう日焼け止め塗りたくないってなってたんだけど、でもまあシミになっても嫌だなって思って塗るかってなって今日は塗りました。色白だと思うよって。え、でもガチで私白くないんだよ本当に。めっちゃもうとにかくもう黒くなりやすいし、最近もなんかあれ黒くなったって思ったし、あとは白じゃなくて黄色い、本当に黄色ってなるし、白いのは、白い方は羨ましいです。本当に本当に白い方いるじゃないですか、羨ましいです。こんばんは、こんばんは。え、でも私さ、でも小学生の時とか本当に日焼け止めなんて塗ってなかったの。なんか日焼け止め塗らずにプールとか行っちゃったりとかして、めっちゃ黒いしやばかったんだけど、だからその名残でなんかそんな目立たないけど手にシミができた気がする、できてるってか。だからやっぱ紫外線は黒くなるだけじゃなくてシミになるしね、将来どんどんシミが出てきちゃうから、まあ日焼け止めも塗り直さなきゃ意味ないけど、私はもうめんどくさくて塗り直してないから意味ないんだけどさ。こんばんは。なんかさすがに一日ディズニーとかの時はまあ何回か塗り直したけど、普段は朝塗ってそれ以降塗り直さないかな。ダメなんだけどね、私もめちゃくちゃ腕が焼けたんだって。でもなんか別になんかそんななんか境目があるぐらい焼けたりとか私はしてないんだけどね、全体的になんかあれ黒くなったみたいな。首の後ろが焼けたのはびっくりした。首の後ろね、焼きやすいよね。でも本当に日焼け止め塗るのはめんどくさい。だからなんかめんどくさがりだよね私って、なんか今思ったけど、まあ、今初めて思ったわけじゃないけど、こんばんは、こんばんは。日焼け止め塗るのもめんどくさいもん。しかも日焼け止め私が今使ってるやつペタペタするんだよね。なんかね、でもなんかその日焼けのは最強のなの、有名なめっちゃ海とかレジャーの時に良い有名なやつなんだけど、なんだろう、私が使ってるのだけがダメなのか分かんないんですけど、めっちゃなんか
なんかベタつく気がするんだよね。でもまあ焼けないって最強って言われてる、最強って言われてるかわかんないけど、あのまあいいって言われてるやつのやつなんだけど、ベタつく、なんだろう、なぜだろう。こんばんは、こんばんは。でも私本当に焼けやすい人間で、あんまり戻んないの別に。だから冬白い夏黒いとかじゃなくて、なんかまあそうなんです。あんまり多分これが私の中で最高に白いのかもしれないっていうぐらい私は元から黒いです。本当に小学生の時とかだからめっちゃ焼けてて、中学も焼けてて、だけどやっぱ中3ぐらいになって日焼けを気にし始めて、日焼け止めを塗ろうとするけど、もう黒いんだけど日焼け止めみゆみゆ必要ないよってお姉ちゃんに言われた記憶があるぐらい黒かったもう黒いんだから。みずほさん花火ありがとうございますってぐらい黒かった私小中でも。まあ日焼け止め塗ったり、でもやっぱり中学生と高校生、やっぱ学生の時はさ体育の授業が外であったりとか体育祭の準備が外であったりとかするからさ、日焼け止め塗ってもどうしても焼けるよねそりゃね。日傘とかもさ、だってさ日傘とかもさせないじゃん、だから焼けるよね、それはしょうがないよね。ね、それはしょうがない、なーって思いますね。まあ大人になるにつれ白くなるっていうけど、なんか私はなんかまだ本当に多分これが限界なんじゃないかってぐらい結構ジグロ説ありますね。こんばんは。でも日傘は絶対差してるから、でもやっぱ跳ね返りの紫外線とかで結構焼けるんだよね本当に。もう跳ね返りがすごくて、コンクリートとかもう日傘差しててももうなんかうわ眩しいみたいな感じなんですよ。なんかその日傘自体はなんか 100% みたいな感じのやつだから全然上は向けるのだけど、もうね下からの跳ね返りは本当に眩しくて、サングラス欲しいってなりました。汗ですぐ流れそう、確かに。ウォータープルーフのやつとかね、で汗水に強いやつで塗り直せばまだね。でもまあプールとか海とか、海やばそう日焼け。もう海はさ日焼け止めってもう塗んないとさ、もうなんか日焼け通り越して火傷みたいになるじゃん、もう赤くなって痛いよみたいな本当に。だから普通に日焼け止めは大事だよね。なんか多少焼けたにしてもなんか塗んなきゃ痛そうね。だなって思います、はい。でも今年は海にもプールも行ってないので、まあそんななんか焼けてないかな、ガングロには。私はもう海行ったら一発でもう焦げると思う。本当に紫外線吸収しやすいので。サングラス欲しいと思ってたけどさ、もう夏終わるから今年は買わないだろうな。
ね、もう夏終わるよね。9月もでも暑い記憶あるんだけど、9月の後半から涼しくなるよねきっとね。わからないけど、今は7位までは6000ポイントまでですね。今日は10時まで配信して、夜はラジオ配信をやる予定ですので、もう夜っていうか、もうめっちゃ今夜なんだよね。本当に時間が早いし、まあ頑張ります。夜配信できるように。遅くなったらすみませんちょっと本当に勢いで頑張るわ。でも私はもう決めたの、お風呂から出てベッドには座んないって。もうドレッサーの前に座ってすぐ髪の毛を乾かせば私はなんとかなる。ナマケモノさん、花火ありがとうございます。花火ありがとう。私は花火見てないから嬉しいですありがとうございます。海辺は9月1日から一気に寂しくなるね。だってなんで海なんでみんな入んなくなるんですか、9月の1日から。あ、海の家とか閉まっちゃうってこと、夏休み終わるから。サングラスいいね。サングラス欲しい。カラーレンズ欲しい。海の家とかなくなる。海の家行ってみたい。海の家行ってみたいなあと24分したらランキング読みます。ね、みんな家は行きたいです。花火見てないな、私も見てない。花火見てないです。皆さん見ました？なんかチラッと見えたとかもないな今年。なんかあんまり花火に近づいてないな今年。全然チラッとも見てないよ。あ、でも今日もお祭りあるところあったよね、行ってないけど。なんかさ、新潟長岡の花火は YouTube で見た。あー長岡綺麗そう。なんか配信でねあったよね、いろいろね。隅田川とかもテレビでやってたよね。見てないんだけど、配信でも見てないや私あんまり。手持ちのやつのもやってない。やってないやってない。なかなかね手持ちの方がやる機会ないかも。時々雷なのかな、どこかの花火の音鳴るとどちらってなる。あー分かる。でもあんまりなんか雷でなんか花火の音聞いてないことし違う、なんかさやっぱ今ってなかなか花火 OK なさ、手持ち花火 OK な公園とかあんまり少ないよね、分かんないけど。だからさ、なんかキャンプとかやった夜に花火とか超理想じゃない。なんかキャンプバーベキュー田舎でやって、あの夜花火手持ち花火やるって超理想の
あれだし、え、海辺って花火 OK ですか？なんか海、夜の海辺で花火とかなんか青春っていう感じがするドラマの見過ぎですか？海辺で花火とかもう青春、夏満喫って感じがしていいですねいいよね、海で花火とかできんのかな、本当にできるのわかんないんだけど、夜の海って行ったことない、ちょっと怖そう。どうなんだろうね、わからないや。でも最近私なんか写真も撮ってないから、もうなんかインスタとか1ヶ月上げてないし、やばいです。インスタに上げるような写真がなくて。海岸花火は片付けすればできるみたい。あ、そうなんだ、いいね、TikTok もなんか3つぐらいしか、ちゃんと TikTokっぽいのあげたの1個しかあげてないし、もう SNS 向いてない、向いてないっていうか止まっちゃう、更新が。違うの、だって最近ちょっと言い訳なんですけど、暑くて汗かくじゃないですか。ですぐメイク崩れるわけですよ、髪の毛も崩れるわけですよ。でそれプラス結構最近雨とか多くて、なんか湿気&雨でもう髪の毛最悪になるわけ。え、全然写真盛れないみたいな感じになるんですよ言い訳なんですけど、ちょっと言い訳なんだけどね。だからさ、ちょっとさ早く涼しくなってほしい。いやでもまあ家の中で TikTok は撮れるから私はやりたいんですけど、ちょっと時間がね、今日とかはちょっと適当でなの、なんか髪の毛も適当だし、カラコンもしてないし、メイクもちょっと適当でだから、こういう時はちょっと TikTok 撮れないので、インスタも撮れないので、私は何も撮れないんです。だいたいこういう日々なんですよ最近毎日。なのではい、早くメイクをちゃんとした日に頑張りたいと思います。じわじわ、そう本当にじわじわ本当のじわじわなんですけど、ぜひ。でも今このショールーム見てくださってる方でフォローしてない方ってあんまりいないかもしれないよね。こう今ここでフォローしてくださいって言っても、フォローしてるよっていう方が多分今こう見てくださってると思うんですよ。だけどなかなか増えに増えない、そう増えに増えないんですよ。みんなで伝わってほしい。優しい優しいありがとう。ストーリーとかちょいちょいあげれば、確かにストーリーねあげようかな。こんばんはこんばんは。でも私は本当になんだろう、なんかさ、やっぱ今の若い子ってみんな SNS 上手いじゃないですか。私あんまり本当になんか SNS、 いや好きなんだけど、なんか見るの好きだし、なんか別に投稿していいねコメントくるのが好きだから、楽しいんだけど、なんかいっぱいは投稿してないんだよね。でも本当に別に嫌いじゃないのよ全然 SNS、 むしろ全然好きなんだけど、なんか投稿する習慣がないのか、あんまりストーリー全然上げれてない。ジェラート食べたのあいつだけど、嬉しくテンション上がった、ありがとう。なんか食べ物の写真だけの写真とか全然いっぱい撮ってるんだけど、全然なんか上げて、あ、どう上げようみたいな感じになっちゃ
これ食べたければ嬉しいよ。本当に食べたものいっぱいあるよ。自分つったはないけど、あんまりだからあんまりあのなんていうの、なんか投稿する感じの写真じゃないけど、自分の写ってる写真あるよみたいな感じのストーリーとかに載せて食べたよ。ストーリーね、もっと記念にどん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 上げていきたいですね。ね、どん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 。やっぱり投稿するのが一番良いからね。スローカーブ。画面が固まっちゃった。なんか。あと15分したら終わります。インスタ投稿しようかな。いいと思います。やっぱ楽しいですよと投稿するのも、まあいいねとかコメントが来ると嬉しいですね。私はでも難しいです。でも、ね、やっぱ山ほどみんなでもなんて言うんですか、山ほど投稿してる方がたくさんいるからなかなか難しいよね。スローカーブさん、星ありがとうございます。かわいい。お、7位まで1700ポイントありがとうございます。ありがとうございます。今日は夜のもう一回ラジオ配信もやるの、もう一回というか次の配信はラジオ配信です。明日は9時から10時ですね。はい、9時から10時までやります。明日は最後、最後やります。コメントが固まってるんですよね。あの新しいコメントを読めるんだけど、ここのアバターのコメントがずっとね止まっちゃってる。なんでだろう。でもこっちのコメントは問題なく動いてるので安心してください。くしかわいい。シナモン大層、多分多分大層。ダイソー可愛いキャラクターいっぱいあるよ。サンリオピューロランド行きたい。シナモンロール好きなのか。シナモン好き。水色だしね、めっちゃ可愛い。見てみる、ぜひぜひ。多分100均。林さんフォローありがとうございます。ピロランド行きたい。え、私もピロランド行きたいめっちゃピロランド行きたい。ピロランド行きたい。高校1年生2年生ぐらいの時に1回行ったんだけど、もうまた行きたいです。もうだってそれも4年前ぐらい以上前だからね。5年前ぐらいかな、行ったの最後に。その5年前の前は幼稚園ぐらいの時に1回行ったらしい。黒髪の時、そう、黒髪なずなちゃんと行きました。まだ高校2、3年生の時です。カービィカフェかわいい。若い高校生、私も高校生の時ありましたピューロランドかわいい、行きたい。かわいいところに行きたいな。ピューロランド、サンリオってかわいいよね。まあ、ディズニーも行きたいし。私の高校時代は、でも私黒髪あんま似合わなかっ
った気がするからね。あんまり変わらない印象。本当に？本当ですか？ありがとうございます。部屋にぬいぐるみとかどう言ってんの？私部屋にぬいぐるみはあんまりないです。あのあれはあるよ、あの生誕の時にあのあれ飾っていただいたケアベアのあのぬいぐるみはあるけど、それ以外は本気でないです。なんか自分でぬいぐるみ買わないし、あのぬいぐるみのクレーンゲームとかやんないです。なんか私はだけどなんかそうやんないからないです。あんまりなんかなんかぬいぐるみ置き場所に困っちゃうかな、かなあんま増えても。私あんまりあのクレーンゲームとかではやんないんだけど、あのあれはでも欲しい。あのねディズニーで売ってるなんかダッフィーとか、あのディズニーに売ってるぬいぐるみとかダッフィーとか可愛いやつは欲しい、全然欲しい。プーさんとかでも欲しいけど、あの公式のディズニーのディズニーランドかシーで買ったぬいぐるみは欲しいけどかな。今はそのケアベアのやつを飾ってます。それ以外私の部屋にぬいぐるみはありません。うん、多分けどあんまり本当にぬいぐるみ私自分で買わないんだよね。ぬいぐるみってなんかさ普通に捨てれなくない？なんか怖くない？ぬいぐるみってキャビアって白と緑色の、あのね2年連続で飾っていただいてて、濃い青とピンクとあと白と水色のとかあります。怖いの分かる。え、分かるよね。なんかね人形ってなんか雑に扱っちゃいけない感じがする。なんか雑に扱うとちょっと罰が当たるっていうか、なんかちょっと良くないことが起こりそうだからちょっと人形は怖いです。だからどんどん増えちゃうとちょっとなーって感じだから、クレーンゲームでは私は人形をやらないです。でもぬいぐるみ可愛いとはなるけどね。人の形したやつは魂が宿るっていうね。人の形、ああそういうこと。ひな人形とかってことですか？人の形ってね、やっぱひそういう系はちゃんとねしなきゃね。いやディズニーって可愛いよね本当に。だから私クレーンゲームって本当にお菓子しかやらないんだよね。人生でキャラぬいぐるみのクレーンゲームやったこと本当に記憶にないかもしれないっていうぐらいない。お菓子のはめっちゃお金使っちゃうもう絶対普通にお菓子買った方が安いってぐらいだけど、クレーンゲーム好きなんですよ。クレーンゲーム好き。なんかフィギュアとかも私はあんまり興味がないのでやったことないんだけど、あんまりこのキャラクター好きってのができたことないので、あんまりフィギュアとかもやったことないんだけど、だから本当にお菓子のみです。お菓子のみしかやってないはい、あと6分したら一旦終わります。ブランドデールトラック飾ってる一緒に全国でいいですね。
私もなんか一つこの推しキャラっていうのを作りたいけど、アニメ系のグッズなんか集めたことない？ないです。どうだろう、アニメ系のグッズ、なんかちっちゃい頃はそのそれこそラブベリのカードとかを集めてたりとか、あとはまあ普通にたまごっちとかは好きだったし、あとはなんだろう、なんかアニメにハマったりとか、そのちっちゃい頃はしてたけど、あんまりなんか大きくなってからアニメにハマったことはないかな。見たりはするんだけど、あんまグッズ買うまではハマってないかもしれないけど、全然見るは見る。スパイファミリーとか推しの子とか鬼滅とか見てはいましたけど、グッズは買ってない。でもなんか集めただとあるかな、でもプリキュアとかのやつとかあの感じかな。プリキュアとかは普通に好きだったし、最近二人はプリキュアとか懐かしいやつのなんかグッズも出てたりとかして、なんか欲しくなります。めっちゃアンパンマン見てましたよ普通に。多分あんまりでもその頃の記憶ってないんだよね、アンパンマン時代の記憶自分で。まあでもおそらく見てたと思いますし、弟がアンパンマン世代の時とか普通に一緒に見てた気もするから、まあ絶対アンパンマン撮ってるだろうね。だけど自分のアンパンマン世代の記憶ないから、自分がその時目線で見てたっていうのは覚えてないです。でもプリキュアとかは私初めて多分映画館にあの行ったのがプリキュア、いや違うかな、でもポニョとか映画館で見たので、ポニョって私多分小2ぐらいだったから、でもプリキュアなんだろう、初めて映画館行ったの分かんないけど、ポニョじゃない、プリキュアのねやつでね、なんか光もらえてプリキュアに力をってなんか誰かが言って、映画の中でねみんなでライトをつけてこうやってプリキュアを応援するっていう映画だったんだけど、そう、それで入場者特典みたいな感じで光がもらえるので、今はもうすぐ公開されるらしいプリキュアのやつもあの入場者特典で光がもらえるらしい。わー、光るパジャマめっちゃ私欲しかったけど買ってもらってなかったななんかさ、戦隊モノとプリキュアのさ光るパジャマがさめっちゃさ CM でやってたじゃないですか、憧れてた見るの見ないけど今は CM あってよね、いやめっちゃ憧れてたな光るパジャマ私はでもさ、私あとは全然プリキュア関係なくなるけど、アクアビーズアートとかオリキシとかそういう作る系のおもちゃが大好きだった。あとホイップルみたいな、なんか自分で作れて、あと私ね多分知ってる方がいるかいないかわかんないけど、コナプンっていうやつが結構、私が多分コナプンハマってた時もなくなっちゃったの、なんか販売中止に結構なっちゃったんだけど、販売停止になってたんだけど、コナプンって知ってますか？めっちゃ面白かったの本当に。あのね、コナプンって言ってその食べ物のやつ、そう、粉とか自分でこうやって混ぜてやって、なんかドーナツが作れたりとか、本当に揚げ物みたいな感じでできたりとか、なんか自分で食べ物を作れるの、私もそれ本当に大好きでめっちゃ買ってたんだけど、ある時になくなっちゃったんだよ。なんかだけど
私めっちゃ好きだったの、この文ってやつが、ハマってた。すごいね、懐かしい。私の小学生時代です、これは。いや、おもちゃもね、楽しいのいっぱいあって。あ、10時になったから、おもちゃとしたら終わりますね。え、おもちゃってでいいよね。ありました、なんか15周年か14周年かの特典のやつで、生写真で提出した気がするな。私その活動した時に私の幼少期の写真出したの2回ぐらいだからレアですね。ではランキング読みます。次はラジオ配信夜やります。13位羽山さん、12位龍河さん、11位よしおんさん、10位シーナバーションさん、9位モッチーさん、8位マニさん、7位チーズさん、6位あやかかさん、5位コシヒカリさん、4位マルさん、3位天野さん、2位みずほさん、1位ティエルトロさん、ありがとうございます。折り消しは消しゴムを作るの、なんかちっちゃい消しゴムがこう細長いのがあって、それをこうやって並べてオリジナルの消しゴム折り消し結構キャラクターのやつとかもあって、折り消しいろんなのあるし、多分今もあるんじゃないかな、どうなんだろう。折り消しとかもアクアビーズアートとかめっちゃハマってましたね。そういうの好きだった。ありがとうございました、皆さん見てくださって。では終わりたいと思います。ありがとうございました。